ここって稲妻みたいだな。あなたたちのいる空間は、私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ。記憶を見れば真実を知ることができるけど、記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるから、安全には気をつけてね。まるで本当にその場にいるような感覚だ。オイラたちも来てよかったぜ。僕にそこまでしてくれる必要はありません。僕は守るに値する対象ではないんですから。でもオイラたち、途中でやめるようなことはしないんだ。前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからな。そうですか、ありがとうございます。放浪者、ここは雷神が残響を安置した場所、借景の館よ。あなたの前哨はここに大量の記憶を残しているわ。それってある意味ここがこいつの出身地ってことか？そうとも言えるわね。理由はすぐにわかるわ。足音がするようです。崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてな。まさか消化骨髄を採掘していた隊が残したのか。いや違うな、内部の作りは完璧で保存状態もいい。普通の人間にできることではない。どうしてこんなところに人が倒れてるんだ。君は喋れるのか？どうしたんだ？怪我をしてここから出られないのか？いや、怪我はないな。それにこの身分の高そうな服、一体何者なんだ？この男はカツラギといって、トラチオの養子である、神輿長政の助手だったの。彼は、借景の館に残されていた残票を見つけ、タタラスナに運んだんだわ。それによって、その後のすべてが起こったんだよな。改ざんされていない記録の中では、カツラギは長政に殺されたわ。外に連れてってやる。仲間が近くにいるんだ。もう少しだけ耐えてくれ。タタラスナ事件において、責任者であった庭は、職人に偽装した博士に殺害され、当時、歌舞伎者と称されていた残票は、行方不明となった。そして、神輿長政は、二番目の責任者として、責任を負う必要があったの。カツラギは、かつて長政に助けられたことで、長政に忠実を誓っていた。そんなカツラギの揺るがない決意により、長政に自分を殺させ、タタラスナ事件の幕を閉じさせたの。あれ、戻ってきたぞ。うわぁ、ここが君の生まれた場所なの？綺麗だね。人はいないけど。君と同じで、僕も捨てられたんだ。当時僕は、ここに住んでた。いい場所でもないから、ここに引っ越してくることはないよ。うん。聞いたんだけど、僕のお父さんとお母さんは二人とも刀を打ってたんだってさ。でも工場の管理人さんが亡くなって、お父さんも病で倒れてお父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしい。それからお母さんも同じように咳が止まらなくなって。でも君はそうなってはならない。僕との約束を守ってよ。うん、僕たちはもう家族だからずっと一緒だよ。この子には名前がない。というより残票も彼の名前を知らなかった。彼の父親は彼に名前を付ける前に亡くなったの。母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され、隣人に育てられた。そしてタタラスナを離れた残票は、偶然にも
自分と同じく名前のない彼に出会い、彼と約束を交わして一緒に暮らした。その子供って、最後は。幼くして病で亡くなったわ。ある日、残氷が家に帰ると、彼が息を引き取っていることに気づいたの。おい、一体どうしたんだ？返事をしろ！家族のように、一緒に暮らすと、約束したのに。結局、君も庭たちのように、僕を裏切るんだね。声が、途絶えた。どうやら、記憶はここまでのようですね。引き続き進もうぜ。とても暗い場所です。あ、ここなら知ってるぞ。稲妻の邪眼工場だな。改ざんされていない記録の中では、旅人はかつてこの地で残氷に会ったわ。嫌な感じだ。見覚えがあるぜ。おい、あっちを見ろ。つまり親愛なる淑女様は、あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか？もうあんたの手下なのよ。下げすんで何かいいことがあるのかしら。認めたくないようだけど、あんたも計画の一環なんだから。それとも、アビスで戦う方が有意義だったかしら。まあもちろん、博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。本当によく舌が回るようだね。もっとも、その口で得をしたことは、ほとんどないみたいだけど。これからの任務に向けて、少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ。言われなくても、これから何があるかくらい知ってるわよ。そうかな。あえてもう一言だけ言っておこう。自分が無敵だなんて、思わないことだね。ましてや感情に任せて、物事を処理するなんて、もってのほかだ。あら、私を心配してくれているのかしら。まさか、君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ。君の他人に迷惑をかける能力は、公私といい勝負だからね。私はただ、この混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって、捨てられたものとして、もっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない？覚えてるかしら。稲妻にいたあの時、陶工を何人も殺したんでしょ？雷電五花殿の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあら、その表情。過去を追想するのはやめた方がいいわよ。そろそろ、そのかわいそうな舌をしまって。毒を吐くのをやめてちょうだい。それじゃ、またね。祝賀会でお会いしましょう。かわいそうな舌だって。体中に火のついた女の分際で、よくも僕にそんなことが言えるな。まあいい。誰かがここを見つけるのも、時間の問題だ。その時が来たら、どんな表情で出迎えてあげようか。陰謀はことここに至っても、まだ断ち切られていないわ。引き続き次の話を体験するけど、放浪者？まだ耐えられるかしら。はい。心配はいりません。スメールに着いたみたいだ。お、あれってセーロン派の賢者ナフィスが本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。
良い協力関係を築けることを願っているぞ。ふん。いつから始めるんだ？もう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。生態改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに、連結に成功した後、彼の体は機体と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ、博士。お前は私がこれまで見てきた中で、最もタフな実験対象だ。お前のおかげで、私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通り、いつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで、知識の純度を上げるのも難しくなってしまった。その真面目ぶった口の聞き方、狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい？私と話をするときは、もっと言葉遣いに気をつけた方がいい、スカラマシュ。確かにお前は役に立つが、だからといってお前が不滅だということにはならない。また博士だ。嫌な感じの場面だぜ。あの者からは、とても深い邪悪の気配がします。あいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞ。オイラもな。引き続き進みましょう。神様、あなたは僕が悪であると思いますか？あれらがあなたであると認めるなら、悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに、人と人形に違いはあるのでしょうか？あなたにとっての前哨や他哨の自分は、あなたと何か違いはある？もしもないとしたら、人と人形だって何も違いはないと思わないかしら。人の世の霊団に耐え、喜怒哀楽を味わう者は人である。そして、生老病死を憎み、愛し、泣き、怒る者も、同じく人よ。僕は十分に、多くの過去を見ました。もし可能ならば、僕が背負うはずだった、あれらの罪を、取り戻したいと思います。どんな結果になろうと、僕に課せられた、非難と制裁から逃れるつもりはありません。これは当然の報い、受けるべきものです。その記憶を僕に渡してくれませんか？え？でもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろ？僕は常々、人という生命個体はある法則に従ってなると思っています。それは過去の経験の集積です。僕は人形として世に生まれましたが、同じ法則を背負っています。記憶を取り戻すことは、あなたを完全に前哨の位置に戻すことを意味するわ。あなたによって捨てられた感情も、すべてあなたの体内へと戻る。本当にいいのね。もとより、この胸に焼いた穴と共に生きてきました。人形を想像した者は、僕を必要としなかった。目覚めた後、僕は放浪を始めました。それから、あなたたちに出会って気づいたのです。この失われた罪こそ、あるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく、修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでした。どうやらそれこそ、僕が自らに招いた呪いなのでしょう。だから、お願いです。宿命を変える意味を、僕に与え、
僕の放浪を終わらせてください。わかったわ。すでに決心したのならこれらをあなたへ返すわ。それがあなたの選択なら受け取りなさい。こやつを自由にしてやろう。人形？どうしてここに？これは？お主も人間だと思うでござるよ。お揃いでしたか。いい刀だ。本当に嬉しく思うよ。これは僕の。大丈夫なんだよな。だからこそ、ここで終わるわけにはいかないんだ！愚か者め、僕の視界から消え失せろ。消えた。オイラたちの勝ちか。聞くまでもないだろ。僕がそいつに負けるはずがない。えへへ、言葉遣いが戻ってきたな。自分を取り戻したみたいだ。でもあの中にいたのもお前だろ。そんなに自慢できることかよ。悪いね。僕は他人にも自分にも薄情なのさ。その言い方、まるで僕を心配してるみたいじゃないか。その必要はない。たとえ僕が何かを変えることができなかったとしても、君のおかげで多くの真実を知ることができた。記憶の読み取りはとても順調にいったわね。この無境も使命を果たせたわ。行こう。話は外に出てからだ。お帰りなさい、旅人、タイモン、そして、ザンヒョ。ふぅ、なんだかすっごく長い旅をしたみたいだ。疲れたぜ。もしかしてこの名前は不満かしら。別に、ただそろそろ名前を変えなくてはと思ってね。博士があれだけのことをしたと知った今、引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう。僕がファデュイの方に戻ることはないし、そのつもりもない。きっと多くの人がこの件に影響されたから。そもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしね。つまりファデュイを離れるってことか。
君の言う通りだ、クラクサナリデビ。すべてが無駄に見えたとしても、意味がないとは限らない。少なくとも、多くの人に僕のことを忘れさせることができた。だからといって、あなたの身から過去が消えるわけではないわ。それはもちろんさ。それから、あなたが全力を尽くして追い求めていたこと。その最も革新的な目的は、まだ達成されていない。その点についても分かってほしいわ。世界を変え、過去を変え、他人の運命を変えるのは、そんなに容易なことではないの。あなたが渇望した答えは究極の破滅。その本質は虚妄よ。たとえこの世から残票がいなくなっても、世界があなたの意志に従って動くことはないわ。ふん、そうだね。本当に笑えるよ。そこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのか？たとえ僕に何の価値がなくても、この世において後悔に値することなんて最初からないのさ。クラクサナリデビ、世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね。できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだから。どうしてそこまでするんだ？僕を抱き込むつもりか？これは正直に言うべきね。過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったの。あなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった。でもその前に、私は過去の真実をあなたに教えたかったの。もし利用するだけなら、私は博士と何も変わらなくなってしまうから。本当に冴えているようだ。これは私が持つべき美徳なのかもしれないわね。他者にとって有用であること、それが価値というものだ。だからこそ、罪人であっても、僕は再び、利用される理由を手に入れられたというわけだ。ああ、そうか。危うく忘れるところだったよ。君たちは、正義の側で、僕とは違っていたんだっけ？悪いけど、僕は物事を見る角度が少し違うのさ。まあ僕も、全部が全部打算だとは思ってないよ。君のその知恵が、優れた助っ人を持つことを定めたんだからね。そう思ってくれてよかったわ。旅人、これから私は、世界中に深く隠された秘密を、より一層研究し、発掘しようと思うの。もちろん、世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもね。その前後に何があるのか、私も知りたいもの。ええ。旅人。僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後、どうして稲妻に行った？だから彼らに、変わった後の運命を尋ねたのか。何はともあれ、助けてもらったわけだし、この恩は、全力を尽くして返そう。個体と個体の間には、借りと、それを返すだけの関係しかないんだ。僕たちはいずれ必ず、貸し借りのない関係になる。気にする必要はない。そうではないわ。人と人との関係は、決して簡単に白紙に戻せるようなものではないの。あなたもきっと感じたことがあるでしょう。あなたの人生に現れた人は、水滴が蒸発するように消えはしない。この世には、本当に、貸し借りのない関係なんてないのよ。取り返しのつかないことや、変えられないことがあるからこそ、人の世には感情が芽吹くの。あなたの感じるものはすべて真実であって、あなたの犯した過ちが、補われることはない。亀裂を背負ったまま生きていくのが、人間というものよ。人間になるかどうかは、あなたが選んでちょうだい。
心臓のない人間なんていないだろ。それに僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても苦痛を理解することができる。あなたはただ感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのはナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないとオイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞ。だったら君たちと共にいるとしよう。暗闇からの助力としてね。私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう？早く早く、オイラもお前にひっどいあだ名をつけてやる。なんだって？だってオイラまだお前のことあんまり好きじゃないし。なら今後はあまり会わない方がいいかもね。名前は人生で最初の贈り物。はっきりとは言わなかったけど、あなたがそう考えていることは知っているわ。今回は彼女とパイモンがいろいろと手助けしてくれたし、どんな名前にするか決められないのなら彼女たちの意見を聞いてみるといいわ。ダメだ、オイラあだ名しかつけられない。まともな名前は無理だぞ。お前に任せるぜ。思いついたかい？決まったかい？君の言う通りにしよう。これであなたも名前を持つ人間になったわね。あだ名はもう思いついたかい？まだ考えてるんだ。そうせかすなって。ゆっくり考えるといいよ。思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む。僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさ。ファデュイのことか？少なくとも博士はね。立場が変わったわね。あなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわ。でもそれは今すぐというわけじゃない。今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわ。ふん。もう一つ、今の稲妻にはまだライデン五花伝の末裔が少しいたね。彼らの中には僕とライデン五花伝の関係を知っている、いや知るべきだった人がいるはずだ。僕はしばらくスメールを離れるつもりはない。もしも君が稲妻で彼らを見かけたら教えてやるといい。僕こそがライデン五花伝を失墜させた元凶だとね。たとえこのことが世界から抹消されたとしても、彼らには真実を知る権利がある。なるほど。それがあなたの選択なのね。え？でもそうなったら。なんてことはないさ。彼らが望むなら、刀で僕の胸を突き刺しても構わない。というより、本来、そうするべきだったんだ。
なんだいその目は。そんな顔をしないでくれ。僕は自分が何をしているか知ってるよ。その日はいつか来る。話は終わりだよ。またね。賢明なる神。そして君たちも。言っちゃったな。最近の出来事は彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうね。そんなこと、誰でも気持ちの整理には時間がかかるわ。おう、そうだな。あいつは相変わらずあいつだけど、態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。これでやっとご飯を食べに行けるよな。おいら腹ペコだぞ。お疲れ様。落ち着ける場所を探して存分に休みましょう。思いついた。神輿長政を小説の最後に持ってこよう。つまり物語の他の登場人物はもういないということか。そうだ。神輿長政は最後まで寿命を全うしたらしいから、最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ。異様な雰囲気は消え去った。だがこれから先何十年と、この剣はまるで暗雲のように神輿長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日夢を見た。大たたら長政という宝刀が作られたその日の夜、皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、紅の雲と化し、神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった。人生という道は長い。そのことを何か言おうとした時には、すでにどう表現すればいいか、わからなくなっていた。ふん。やっと休めるぜ。一旦落ち着くと、急にお腹が空いて疲れが出てくるな。おお、やったぜ。あれ、この瓶、誰かが掃除の時に割っちゃったのか。でも掃除が来るなんて聞いてないけどな。どうやら戸惑っているようね。気持ちはよくわかるわ。これを知れば誰だって頭を抱えるはずだもの。え、誰かがオイラたちの耳元で話してる。でも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。神ならばまだ少し可能性があるけど、そうでないなら難しいわね。小さな動物が木にぶつかれば木は揺れる。でも傾きと位置が変わることは別のものなの。運命もそれと同じね。まさに瓶が床に落ちるように、猫が割ったものでも鳥が割ったものでも割れたという結果に変わりはない。そうでしょ。歴史は簡単には変わらないけれど、人々の心は変わる。自分の目を信じて。目に見えるものこそが真実であり、見えないものは全て虚言よ。声が途絶えた。さっきの人は一体誰だったんだ。
急に出てきて怖いこと言って何なんだよ。瓶も床で砕けたままだし、誰か呼んで掃除してもらうか。なんかこのまま放っておくのは気持ち悪いんだ。おいらちょっくら行ってくるぜ。